雨水、しばらく置いた上積み、沈殿物を乾燥したモノケイララの赤い雨は2001年7月25日から9月23日にかけてインド南部のケイララ州に降った赤い色の雨。ひどい時には服がピンクに染まるほどだった。色明き緑、黒に近い場合もあった。なお、ケイララ州で 色がついた雨が降ったという報告は1896年にもなされており、それ以来数回報告されている。当初は雨に流星由来の放射性物質が含まれているためと考えられた。しかし、インド政府から依頼された調査チームは地元に生える草類の放射由来と結論した。2006年の初めまで、ケイララの赤い雨が話題になることは少なかった。しかし、 2006年初めに、マハトマガンジー大学のコドフリー類とサントシクマルが、この細胞は地球外から来たものだとする仮説を発表したことから、マスコミが注目するようになった。ケーララ州、コッタヤム地区。赤い雨が降ることで知られる2001年の赤い雨は、ケーララ州南部のコッタヤム地区とイルキ地区で7月25日頃から降り始めた。木、緑、黒の雨も報告された。 特に9月末には10日ほど降り続け、以降はだんだんと減っていった。地元住民によると、色がついた雨が最初に降った日、雨が降る前に大きな雷鳴と電光があり、地面に枯れ積もった落ち葉の上に落ちたという。同じ頃、枯れ積もった落ち葉のあちこちに大きな穴が開き、そこにあったはずの落ち葉が突然消えたことも報告された。色がついた雨が降ったのは、当時雨が降った範囲の極一部、 せいぜい数平方キロメートルでしかなく、色がついた雨が降った2から3メートル横で、通常の雨が降っている箇所もあった。赤い雨は、だいたい20分弱、降り続いた。雨水1リットルに含まれる赤い粒子の数はおよそ900万、で、固形分の量としては、約100グラムだった。ケーララに降った赤い雨の総量から計算すると、 雨に含まれていた赤い固形分の量は全部で50トンほどであった。赤い雨に含まれていた粒子の光学顕微鏡写真、赤い雨から取り出された褐色の物質は90%が円形、または卵型の粒子であり、残りもその破片と思われるものだった。色の原因はこの粒子であり、その大部分が赤色で、中には薄黄色、青灰色、緑色のものもあった。 粒子の大きさは4から10マイクロメートルであった。操作型電子顕微鏡で見ると、粒子の中央は凹んでおり、生物の細胞に似ていた。透過型電子顕微鏡で観察すると、この粒子の内部は複雑な構造をしていた。様々な手法で行われた元素分析の結果は大体一致しており、炭素、酸素が主成分で、その他に窒素、ケイ素、塩素、 金属原子も含まれていた。インドの地球科学中央研究所は粒子をろ過分離して取り除いた液の分析を行っている。それによると液の pH はほぼ7であった。電気伝導率の値から若干の塩が混じっていることが示唆された。粒子を ICPMS で分析した結果を下記に示す。微量金属元素としてニッケル、マンガン、チタン、 クロム、銅も含まれていた。ルイとクマルは、エネルギー分散型 X 線分析を使い、主要元素は、炭素と酸素、微量元素は、ケイ素と鉄と報告した。CHN 元素分析装置によると、炭素43%、水素4.4%、窒素1.8%であった。コーネル大学栄養学科の JT ブレナは、操作電子顕微鏡を使った、炭素、 窒素の同位元素分析、元素分析、安定同位体質量分析を行った結果、粒子には各種のアミノ酸が含まれていることを明らかにした。同定されたアミノ酸は、フェニルアラニン、グルタミン酸、グルタミン、セリン、アスパラギン酸、トレオニン、アルギニンであり、これらは海洋植物、または地上植物のうち C4 型光合成を行うものであると結論した。 インドの地球科学中央研究所は当初赤い雨が降る原因を大気中で流星が爆発し1トンほどの粒子が飛び散ったためであるとの仮説を立てた。しかし数日後粒子の顕微鏡画像が生物に似ており一方で風の影響を受けたわけでもないのに流星の破片が成層圏から少しずつ降り注ぐとは考えづらいため最初の説を取り下げた。 採取されたサンプルは、熱帯植物園、研究所が分析することになった。次の樹皮についた、寄生微細創類2001年11月、インド政府科学技術省の委任を受けて、セスとト,トブグリは共同の研究報告書を提出した。それによると、赤い粒子は、寄生微細創類に属する地類の法王子であった。現地調査でも、同じ種類の地類が見つかった。つまり、 赤い雨の正体は地元に生える地類と結論された。2001年8月16日にも追加の現地調査が行われ、そこに生える木や岩、電柱などが寄生微細藻類に覆われており、地域に赤い雨を降らすのに十分な量があることが判明した。寄生微細藻類は緑藻植物門に属し、一般にはクロロフィルを含むため緑色であるが、 オレンジ色のカロテノイドも持っている。これらは単独種で生活しているわけではなく、他の木々や苔、卵巣などと共生をしており、その影響で赤オレンジ色となることがある。報告書には赤色は隕石、火山、砂漠の砂、大気汚染に由来するものではないとも述べられている。結論として、ケーララに降った大量の雨により、付近の草類が急成長し、 大量の胞子が大気中に放出された可能性があると述べられた。ただしこれはあくまで可能性であり、それ以外の原因の可能性も高いとも書かれた。また、セスはこの胞子が雨雲に取り込まれた理由については、不明とし、今後の課題とされた。シェフィールド大学のミルトン・ワイ・ナイトは、チャンドラ・ウィクラマシン派と共に、清掃権の胞子を研究し、セス・トブグリによる、 報告書を一部裏付けた。2006年3月、ワインライトは粒子がサビ金木に属する金類と似ていると述べ、この粒子がゴミや砂、地のようなものではないとも述べた。雨の中にゴミや砂が混じることは時々ある。当初はケイララの赤い雨も同種のものであり、例えばアラビア半島からの砂ぼこりではないかと考えられた。赤い雨が降る数日前に、 レーザー画像検出により、ケーラルの近くで微粒子によるモヤが見つかっている。このゴミはすべて砂漠の砂であった。一方、インド気象庁の上級科学アシスタント、KK ケケサシダランピライは、この現象の原因について、フィリピンのマヨン酸の噴火によるゴミと燃焼物であると、する仮説を発表した。この火山は6月から7月にかけて噴火しているので、 ジェット気流に乗ればケーララまで25から36時間で到達すると試算した。ただし、北緯10度付近を東から西に流れるジェット気流は滅多にないという点で難があった。いずれの仮説も、後に赤色の原因が生物由来のものと判明したため否定された。色のついた雨と流星が降る日時の相関を調べた論文もある。それによると、夕食の雨のうち、 流星との関連性を伺わせる雨の回数は60回、割合にして36%であり、あまり高い相関とは言えず、流星が降ったのに赤い雨が降らなかった、赤い雨が降ったのに流星が降らなかった例も数多く見られた。2003年、マハトマガンジー大学のゴードフリー類とサントシクマルは、水星によるパンスペルミアで、ケイララの赤い雨の説明がつくと題した論文を発表した。 ただしこの論文は、査読なしで発表ができる、プレプリントサーバー、アーカイブで発表されたものである。セスの報告書には、直前に起こった高音や閃光と赤い雨との関連性は見つからなかったと書かれているが、ルイラはこれを重視した。ルイラの説は、粒子が生物由来のものであるという点では、セスの報告と同じだが、その細胞が彗星とともに、宇宙から来たものであるという、 いわゆるパンスペルミア説に基づいた仮説を立てた。ルイラは、中華、エチジウムを使って DNA や RNA を検出しようと試みたが、発見できなかったことから、これらが地球外生物であると結論した。2ヶ月後、ルイラは同じくアーカイブで赤い雨に含まれる極限環境微生物により示された彗星からのパンスペルミアの生物学と題する第二の論文を発表し、 ケイララの赤い雨から分離された微生物は摂氏300度という過酷な環境で成長し有機物から無機物にわたる広範囲な物質で新陳代謝することができると説明した。ルイラの考えを支えるデータや論文を出した人は現在のところいない。2006年にルイラは科学論文誌、天体物理学と宇宙科学にケイララの赤い雨の現象とそれが地球外から 飛来した可能性と題する論文を発表した。この論文では赤い雨に含まれていた微生物が宇宙由来である旨が繰り返されているが過酷な環境で成長できるとした先の主張は述べられていない。この論文の結論の一つは赤い雨に含まれる粒子が生物細胞であり、それが水星から来たものであり、これはパンスペルミア現象の一つであるというものだった。 2008年8月にも、ルイラは宇宙生物学学会でこの説に基づいた発表をした。発表用紙には、これらの細胞は摂氏300度でも成長可能だが、これらの細胞の分子構成は明らかにされていない、と述べられている。2007年8月21日、カリカット地区の北部でも赤い雨が降った。それは、カリカット地区の都市場だからの北5 0トルの 地点であった。インドの政府機関、水資源開発運営センターがサンプルの分析結果を発表している。2008年2月、ケーララ州の村で雨と共に小魚が降ってくるのが観測された。ありがとうございます。